ルターマンです。今日紹介する私のコレクションはこちら。これトミカなんですよね。まあトミカってたくさんの種類が出ていて、まあ、最近は自衛隊の車両とか、まあ、軍用車両も出ていますが、大昔ですねトミカの、一つのシリーズで戦車があったんです。まあ、そもそもトミカって1970年に発売されたんですが、その3年後の1973年にこのコンバットトミカのシリーズが発売されていたんです。でラインナップは今画像を出してますが、M60 の A1 M60A1 の E1 M41M42 という、まあ、アメリカ軍の戦車、自衛隊の61式戦車、T34-85、SU-85 という、まあ、ソ連の、戦車と自走砲、チーフテンというイギリスの戦車、そして、この2種類、ドイツのティーガー1型と、こちらは3号の F 型が発売されていました。でまあこのラインナップですね、 M60 シリーズは、車体の形状が同じですし、 M41 と42もほぼ同じです。まあ車体の形状がほぼ同じです。で、T3485 と SU85 も、車体下部の形状が同じなので、なるべく同じパーツを使って、バリエーションを増やそうとしたということが伺えますね。実は私もですね、こんなシリーズがあるとは知らなかったんですが、まあ、池袋のサンシャインの、で開催されたトイショーとヤフオクで見つけて入手しました。その時はですね、ちょっともう具体的に覚えてないんですが、数千円で買ったと思いますが、今やコレクターズアイテムと化していて、ヤフオクでは1万円とかで出品されていたりします。でパッケージは、今画像を出してますが、戦車だけではなくて兵士のフィギュアも同梱されていたようですが、私の手元に残ってるのは残念ながら戦車だけです。それと、底面にですねこんなものがついてます。でこれちっちゃな車輪がついていて、こうやって走らせて遊ぶためのものなんですね。まあ一応キャタピラもこれ稼働はするんですが、多分スイスイと走らせて遊ぶことはできないので、こういうものをつけたんだと思います。これちゃんと取り外せます。で、スケールはですね、一応87分の1の HO スケールということなんですが、まあそれはちょっと後で個別に確認をしてみたいと思います。それではですね、ちょっと順番に見ていきましょう。まず、ティーガー1型ですが、砲塔状の円筒形のキューポラと、それから、まあ、エアクリーナーがついてるということから、まあ、これは、またキャタピラが、これは、まあ、ティーガー1型の初期型を、モデルにしたと、ということがわかります。で実車の大きさはですね、全長が 8.45 メートル、横幅が 3.7 メートルなんですが、このモデルを測るとですね、よいしょ、全長が 9.6 ということは、まあ、大体約88分の1で、横幅が
3.9 センチなので約95分の1ということになりまして、なんか実写よりも細長いですね。まあちょっとあの他の戦車とのパッケージを統一する関係でそういう風になったのかもしれません。で、材質はですね、車体の上部とそれから砲塔はこれは金属製、多分ダイキャストだと思います。それと、あまた落ちた砲身とそれから車体の下部、それとまああの天輪はこれは、樹脂製です。でまあ、塗装はまあダークイエロー一色で、まああのいかにも、ティーガー1型の初期型に、近い、初期型らしい、塗装になっていると思います。でさすがにもうこれちょっと50年以上も前のものなので、うわ今ちょっと触っていたらゴム製のキャタピラがもうブチッと切れて落ちてきてしまいました。まあ古いものなのでしょうがないですね。まあ今よく逆に今まで持ったなという感じではあります。はい。で、次は、3号戦車です。F 型ということなので、37ミリ砲を搭載しているということですね。砲身がなんかちょっと実車よりも若干長いかなという気がしますが、まあこんなものかなと思います。で、砲塔とか車体もほぼ、3号戦車がの形状が再現されていると思いますが、残念なのはこのここ前方の車体前方の機銃が再現されていないところですね。で、これは、3号 F 型は、実車がですね、全長が、5.38 メートルで、車体幅が 2.91 メートルに対して、このモデルでは、よいしょ。全長が、まあ、6.3 センチだから、まあ、約85分の1。で、幅が、3.3 センチかな、ということはだいたい約88分の1ということで、まあ、ほぼ、HO スケールの87分の1に近いですね。でこれもですね、今回、紹介しようと思って取り出した時にこういう風に、キャタピラが消えてしまいました。まあ古い製品なのでしょうがないですね。ヤフオクで売ってるものとか見てると、もうキャタピラがそもそもなくなっているものとかもありますので、まあそれに比べたら、まだ、切れてしまってますが残ってるだけいい方かなというふうにも思います。はい、ということで今日は私のコレクションからコンバットトミカのドイツ戦車2台を紹介しました。